日本鹿児島県鹿児島市まさご本町まさご本町は鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は890067。人口は3076人。世帯数は1611世帯。まさご、本町の全域で住居表示を実施している。鹿児島市の中部、新川の下流域に位置している。北方にはマサ町、南方には三和町、西方には 東軍元町、北西方には、氷元、南西方には、新境町、東方には、鴨池新町がそれぞれ接している。まさ本町の区域は1938年に、海軍飛行場建設のために埋め立てられ、後に民間用空港となった鹿児島空港が、所在していたが1972年に、埴田郡溝辺町をアザロクに移転した跡地を造成して、 住宅地となった。また、当時の鹿児島空港のターミナルビルは減損しており、スーパーマーケットを含むテナントビルとして使用されて、いたが、内部店舗閉店に伴い、解体され、現在は、西武都スカイマーケットかも池店が建っている。また、隣接して所在していた、旧角の庫は、南国交通鹿児島営業所の車庫として利用されて、いたが、 旧覚農庫については2008年9月に取り壊された。1956年までは鹿児島競馬場も所在していた。町域の南端部には鹿児島市立鴨池中学校と鹿児島市立鴨池小学校が隣接して所在しており、付近には鹿児島市立中央学校給食センターや友愛館などの施設も所在している。 1969年7月1日には、群元町の一部であるマサゴ、新川、は、鶴毛先、港地区において、住居表示が実施されることとなったのに伴い、町域の再編が実施された。これに伴い群元町の一部より分割され、鹿児島市の町、マサゴ本町として設置された。同時に、マサゴ、本町の全域で、住居表示が実施された。また、 1976年5月20日には、郡元町の一部が正サ本町に編入された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立鴨池小学校級鹿児島空港のターミナルビル市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。